こんにちは、どうもプロテインです。今日はですね、久々に僕がおすすめするですね、健康&筋肉食を紹介したいと思います。それがですね、トゥルル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 高野豆腐はですね、何がいいかというと、アミノ酸が尋常じゃなく豊富に入ってます。他のまあ大豆類、豆腐とか、まあ、納豆とかあると思うんですけども、その他のね、他の商品よりも7倍ぐらいですね、アミノ酸確か豊富に入ってるんですね。はい。それでですね、他に何がいいかというと、僕ちょっと記憶曖昧なんですけども、成長ホルモンをですね、分泌させるアルギニンっていうですね、成分。まあこれもアミノ酸の一種なんですが、これがすっごい豊富に入ってるんですよね。で、アミノ酸何が重要かというと、まあ筋肉を作ったりとか、あとは肌、その潤いを保つっていうところですごい重要な、食べ物になってくるんですね。まあなのでぜひね、まあ高野豆腐食べていただきたいかなと思うので、ちょっと僕が普段食べてる高野豆腐の作り方を、料理の仕方をですね、紹介したいと思います。では行きましょう。まずはですね、水に高野豆腐つけてですね、10分ぐらい待ちます。はい、これでまあ乾燥してるものなので、乾き物なので、これでね、水にピタピタと浸していただいて、でこちらのですね、だし入り味噌をですね、入れていきます。こちらの鍋に。はい、あ、分量は皆さんの方がお詳しいと思うので、僕はですね、スプーン1杯ぐらいですね。やりづらいな。これぐらい取っていただいて、先ほど水につけといた高野豆腐がもう湿ってるので、これをギューッと上腕筋を意識して握りつぶしていきます。ギューッと水分を切ってね、そしてちぎって入れていきます。ポイとちぎって、ポイと入れていきます。ちぎって、ポイント。まあ、一口サイズがいいんじゃないですかね。よし。一口サイズ用に切って、入れていきます。鍋の中に。そしたらまあこんな感じになるわけですよ。で、あとはこれでもう沸騰してお味噌汁作って終わりです。ほとんど。これで完成です。ではですね、蕎麦つゆと黒酢をですね、まあこの大さじ1杯ピッと入れていきます。はいはい、こんな感じですね。さつまいもと高野豆腐のお味噌汁になります。これで完成です。もう料理時間に5分ちょっとですよ。すごい簡単ですよ。これさつまいもっていうのはみかんと同じぐらいビタミン C が豊富なので、あとは便秘症の改善とかね、食物繊維がすごい豊富なので、ダイエットメニューとしてはすごいいいと思います。はい、お腹すごい溜まるからね、高野豆腐とかで、まあ、なので、まあ、おすすめのダイエット食品になりますので、もうぜひこれ食べてちょっとね、ダイエットとあと筋肉を作って、まあ、痩せやすい体作りをしてみてはいかがでしょうか。はい、どうだったでしょうか。これが男のですね、簡単節約、そして栄養健康にすごい、まあ、ダイエット食になりますので、まあ、ぜひね、一人暮らしの方とか、あと今見てるね、主婦の方、子供が全然ご飯食べないのっていう方はですね、まあ、ぜひこの鍋作ってみてください。これは高野豆腐になりますので、美味しいです。